日は1月の18日水曜日11時を迎えしました。大ちゃん、うたさんの人生楽しみましょうの時間がやってまいりました。パーソナリティの片山大蔵です。こんにちは、ゆき。はい、こんにちは、ゆきこと勝田接骨院広報部長の勝田ゆき子です。今日もよろしくお願いします。寒いね。今日寒いですね。なんか晴れるって言ってたのにね、なかなか晴れないですね。僕一生懸命頑張ってなきゃダメだね。だから雨になっちゃう。私たちダメなんですよ。だからね、そうだね、雨男雨女コンビはダメなんですよ。頑張ると。はい、はい、ですね。はい、先週またご報出しました横浜銀杯翔さん、こんにちは。どうも、晴れ男の翔です。え、ご報、先週ご報出した、出しました、出した。俺、なんだろう、1週間気づかないでいる俺。あの、ロッキン戸塚ができなかったという噂が先週しましたよね。できないかもしれないですよ。かもなんですか。もちろんです、もちろんです。そうですか。で、6月の何言ってるんですか、大ちゃん。いや、違いますで、6月の末にしようかって話で。そうです。で、そうですね、6月末にしようと言ったこの1週間の中で、戸塚音楽堂さんに行ったらば、6月の末は全て埋まってますと。おお、うん。で、7月から工事が始まりますと。ああ、できねえじゃねえかよと。はいはいはい。ところが館長さんが、まあ、あのロキンですか、いつもやってるし、7月の頭の週で土日が、まあ、1日2日ですよね。で、そこで、あの、工事の業者さんと話を聞いて、はい、もし工事が7月の1日から始まらないんであればコンサートできないだろうかと。おう、で、まあ、言ってくれて、そしたら、ああ大丈夫ですよっていう話になったんで、発表です。今年2023年7月2日にですね、戸塚音楽祭、やることになりました。おめでとうございます。先週はできないって、だから6月30日にしようか末にしようかどうしようかって、なんとかって。そうそう、だからね、無理だから6月末にしようって言ったら、もうそこはね、埋まっちゃってたんですよ、半年前から、うん、ね、あの、はい、抽選なんでね、うん、なんで、無理やりできることになりましたので、これから、計画していきたいと思います。良かったですね。まあ、本当にね、戸塚国会堂さんの粋な計らいでって話ですね。本当に粋な計らいですよ、うん、でもこれもほら、ずっと続けてらっしゃったから、うん、まあそうだよね、でね、7月の末から工事が入って、まあ、10ヶ月間ぐらい、うん、そうなんでね、来年までかかりそうです。来年までかかるのかな、うん、そうだね。 10ヶ月だったら、じゃあ来年は平気なんですね。大丈夫ですね、はい、ね、綺麗になってから。だからちょっと今度来年の話をしちゃったらさ、そのこけら落として狙いたいじゃんみたいな。お、7月とかに取られないで、うん、ね、7月の2日に最後やって、今年ね、で来年のこけら落としの前倒しになって、例えば4月とか5月になるかもしれないけど、うん、その時に戸塚音楽祭を持ってっても面白いかなと。面白い、面白いね。まあ、ほら、また言っちゃって、ほら、また、あいつ嘘つきじゃん。口ばっかり言われちゃうからね。ご報出しました。そうなんです。どうも、ご報です。口ばっかりのショーです。今日も、ね、一日よろしくお願いします。はいはいはい。いやいやいや、何ですか。もう朝からさ、大ちゃんがさ、いや、ご報言ったショーさんとか言ってずっと振ってるからさ、え、何言っちゃったんだろう俺と思って。もうドキドキしちゃう。でもカモって、カモ、カモがついてた、ついてたかどうか。あ、そうなんだよね。アーカイブチェック、チェック。皆さんチェックしてください、 FM 邸で。札幌の赤さん、はい、大ちゃん、翔さん、ゆきさん、こんにちは。こんにちは。しばれまくる北の大地より白い妖精ロコです。名前寒いですな。今日は生聞きさせていただきます。生聞き、あ、いいね。私、富士ライジンツアーに備えて白い妖精の称号にふさわしい自分になります。決めました。自宅で顔カツする。顔カツ。奮発で 2,3 万の多機能美顔器を買っちゃおう。おお。アマゾンでいろいろな美顔器をチェック、うん、予算の3分の1の素晴らしい美顔器を見つけました。おー、うん、3分の1結構安い感じです ね。いくら3分の1、7000円ぐらい、うん、1台500円の多機能っぽい、うん、すごい、温熱、赤ライト、振動など、うん、注文し数日前に届きました。届いた美顔器を見るとスイッチは1箇所。ドキドキしながら大人の眼鏡をかけて説明書を読みました。1台500、うん、違う、1台5箇所、目元、保冷線、おでこなど5箇所に使用ができます。いや、そういう1台1役5箇所だ。辛くて切ない。見直してもやはり1台5箇所。涙が出てきました。だからそのお値段だったわけですね。でも、ね、いらないでしょ、ロコさん、ね、綺麗だから。翔さん、慰めの言葉いただけますか。さっき本取り直して、今日の午後に分かるファンクラブ先行予約の抽選発表を待ちます、うん、そうだね、札幌よ、ロコさん。
1台5箇所でもやりそう私も5箇所にやってるのねそうあのねあの説明書き ねネットのはね分かりづらいんじゃ大人の眼鏡かけてね騙されちゃうんだよね先入観で見ちゃってるんだよねあれ人見でね、うん、そうなんです大きさとかも分かんないしね分かんないです1台5 1 2 5って書いてあったらもう1台、ね、5役だと思うじゃないですか、ねまあ、でも綺麗になろうと努力することは大切なことだと思うのね、うんうん、やっぱ諦めちゃいけないわけだからそうですそうです抗わないと、ね、あらねやっぱねやらがわないとねそうそうそういやだけどどうなの白い妖精ってねもうちょっと無理があると思うけどでも好きですねこの言い方、ね、白い妖精かっこいいです ねかっこいいからかっこいいよなまあまあまあロゴちゃん頑張ってくださいよ、ね、すごい一言一台5箇所いやでもその努力が、うん女を綺麗にしていくんだと思うんだあのぜひあの光の整骨院にねいい針しておりますので美容針もおすすめでございますよそうそう、ねはい、こっちまでデパッと来てもらってそうです、ね、あのお買い物ついでにね綺麗になって帰る、うん、どうですかいやいいなそこの間ね、うん、あの久々にちょっとあの試させてくれって言って、うんうん、その子にあの美容針やってもらったんですけどほうほういや本当いいですよあそう、うん、やっぱ何リフトアップしたりとかリフトアップするし目も大きくなるし目も大きくなる、うん、であの結構こういろいろほらカウンセリングをしながらやってくれるので私結構頭皮が硬いんですよあ頭皮が硬いとね、うん、毛がね、うん、ねあのそのリフトアップとかもね毛じゃなくて毛じゃなくて毛じゃなくて繋がってるからね、うん、あのお顔と繋がってるから、ね、頭皮を柔らかくするとまたちょっとこう、うん、顔もね変わってくるよっていうので、うん、結構頭に針打たれたんですけど、うん、気持ちいいんですよねこれがまたそうなんだ、うん、血行良くなるのかな結構であの頭皮が柔らかくなるんですよね、うん、だもしかして毛にもいいかもしれないかもしれないねかもしれない血行良くなる、ね、3人で行くか歌さん翔さん俺そう本当痛くないんでねぜひおすすめです、はい、いいねそっか、ね、じゃあまあねロコさんには綺麗になってもらって、はいあのさね、ライブにも参戦してもらって分からなくなっちゃうかもしれないふざけないそんなわけねえだろはい奈々さん、はい、去年寄付金で機種変更したんですけど、うん、携帯だよね、うん、データ移動もソフトバンク渋谷店にお願いしたのにしてくれなくなってまいりました今そうなんだよねデータ移行自分でやんなきゃいけないです、ね、連絡帳ぐらいですよねね確かやってくれリスナーの皆様店の方にお願いしても何も知らなかったことありますかってみんなそうですそうだ 昔はすごいやってくれたのさドコモとか消しちゃったりして問題になったんですよ ねコロナになってから全部予約しないとお店行けないですもんね、うんうん、そうなんだ、うん、そのままフラッと行くとすっごい待たされてねあそうなんだ、ね、来店予約何のためのさサービスだか分かんないよ ね、うん、ね本当にスマホねあのご高齢の方とかはね窓口に行って人に聞かないと分かんないじゃないですかねそういやだからみんなね頭下げて若い子に行けばいいのもうその辺の中学生高校生も若い子は詳しいけど教え方がうまいとは限らないんですよそうそうイライラするんだよねそうイライラするんですよそんなの知らないのって年上だからイライラしちゃいけない腹立つわ本当に若い子に頭下げてもうここぞとばかりに、ね、言ってきますからね知らないんですかみたいな、ね、こんなでも知んないのとか言われますから、ね、23日は降るが雪が降るみたいですけど皆様インフルエンザなど気をつけてくださいってナナさんあそうかもうロシアあたりやばいなんか出てますよそういう予報が、うん、なんかあ今日までだねあったらねそう今日もちょっと寒いけどでも、うん、あそうそう寒いといえばこんなメールも来てますよ大寒のお話大寒大きい寒いだね大きい寒いです、ね、大きい寒い大寒、はいうんロックのママさんからいただきました、はい 1月も半ばを過ぎましたねそしてあさって20日は大寒ですが、うん、大寒卵ってご存知ですか大寒卵私は今年知りましたほうほう大寒の日に生まれた卵を食べると金運に恵まれたりその年健康に過ごせたりすると言われるそうです卵好きの翔さんなら知ってるかもしれないですねいや知らなかったちなみに私は卵かけご飯が苦手ですとなんでわかんないずるずるってのは嫌なのかなあでもなんとなくわかる気がしますそうでも今年は何十年ぶりにチャレンジしてみようかなということなんですけど大寒卵大寒の日に生まれた卵を食べるとよろしいというってことは、うん、明後日以降食べるってことだね20日に生まれた日の卵を食べると、まあ、栄養価が高かったりとかこういうあの、ね、金運に恵まれたりとかそれはさでもさ大寒卵ってやって売ってくんないと分かんないよね、うん、どの卵はねネットだと大寒卵で売ってますね あそうなんだ、うん、別今は売ってないよねまだ前から20日だからね今売ってたらやばいよねスーパーである意味あでも生まれた日って書いてないですよいやだからいやでも日付ついてんじゃんあれ消費期限でしょ消費期限じゃなくて生まれた日は書いてないかも、うん、
いやだから大根から毎日食べてりゃいいんだよ。あ、そっかそっか。あ、ずっと食べてりゃいい。当たるいつか。わかんねえよ、そんな。今卵たっけえじゃんよ。そうなんですよね。え、ここにチーズ卵ってあるよ。あ、本当だ、チーズ卵。八兵衛さん。ね、八兵衛。あ、八兵衛さ、なんか栃木の方にできたみたいで。うん、みんなお目分かちようだね、うん、私もチーズのたまり漬けいただきました、ね、このたまり漬けうまそうだよ ねチーズのたまり漬けだよ。で、あの、うん、この卵かけご飯の話、うんうん、おごめんごめん翔さん卵かけご飯大好き。大好き、もうめっちゃ好き。あ、え、大ちゃんは食べる。お、あ、食べるよ。この間この間なんだか土地下に住みたいパーティーじゃない、誰かな、うん、千葉に行ったあのファンの子に、うんうん、もらったのね、卵ね、はい、それはね、千葉の卵、はいはい、ね、16個ぐらい入ってるやつをダブルでもらったのね、はいはい、そんでその後、あと俺ほらあの駐車場でさ、はいはい、あの借りてるの、俺お寺さんに行くのね、はいはい、お寺さんがね、卵、うん、お寺さんで飼ってる鶏の卵をガンくれるわけよ、毎回。だからね、卵だらけなって話しなかったっけ俺。うち今卵だらけで、だからその産みたての卵と千葉の卵がめっちゃうまくて、片方は黄身がすっごいなんか濃い色してる、ペッとしてて、ところが千葉の卵は薄いの、ゆで卵にしても黄色いところがすごく薄いのにうまいんだ、これ不思議だよね。卵っていろんなのありますよね。そうで、この間ほら俺が直してきてさ、あの鰹節削り器でさ、ね、カシャカシャやって卵かけご飯に鰹節かけて、うん、そしたらさ、ファンの子がさ、誰だっけな、ソーダ節送ってきてくれたの。あ、俺はそのカンナルの直しの歯をね、はいはい、鰹節削りのあれを直したって言ったら、じゃあ食べてくださいって言ってさ、もう今卵かけご飯大変、この卵が高い時に太っちゃいますね。太っちゃうのよな、おいしくて。でも卵は体にいいって昔はほら1日1個とか言われてたけど、今関係ないんですよね。そうそう、坂東さんなんてゆで卵1日8個ぐらい食うらしい、ね、生卵も飲むんですもんね、うん、そうそう、ロッキーは飲んじゃうしね、うん、そうそうそう、卵いいですよね、スーパーフードですよね。あ、レイトが来た、ミニあのラッサーとこの犬が来た。で、電車乗ってレイト君一人で来たんですか。電車乗って一人で来たみたいよ、今一人で歩いてたもんレイト君。今 JR 切符犬が持ってれば大丈夫です。犬はあれ持ってれば、あ、あのスイカ持ってればピッと、何が変だよ、無理に言われてたら犬一人でリードコイン曲いっちゃった方がいいかな、はい、はい、ということで、ちゃった本日の一曲で横浜銀馬車ぶっちぎり世界のドラをお届けしたいと思います。たくちゃん頑張ってます。盗まれた魔法のランプ、横浜銀馬車さんで盗まれた魔法のランプをお届けしました。はい、この番組は真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応の江南中央駅すぐそばの清水公益社サバスホールさん、戸塚区戸塚町をはじめ関東関西に展開している植木屋ガーデンエクスプレスのベテラン庭師の松沼さん、四季折々のフルーツや甘くてジューシーなフルーツケーキなどが揃う老舗果物専門店ティーベリー豊田屋さん、心からくつろげるひとときや本当に美味しいと思えるひとときなど心をより豊かにする活動を行う JT さん、そして困った時に来ていただければすぐに治療ができるをコンセプトに横浜市内に5店舗の接骨院整骨院を展開している我らが勝田メディカルグループ美容バリおすすめです。以上の提供で放送させていただいております。はい、はい、これね、勘違いしてみたい、卵ね、うん、お寺さんの方が薄い黄色で、で、ファンからもらった千葉の卵は濃い黄色だった。いやー、なんか今写真見せたら思い出した、うまかったな卵かけご飯。なんかあのほら、あんなに卵かけご飯の醤油ってありますよね、うんうん、ありますね、ありますね、で、あれ、うん、あれとまたいいですね、マッチするんだよね、あれが ね、お醤油にもこだわったり、あとね、あのご飯にこだわったりとかする人もいるけど、うん、やっぱね、卵にこだわらないとね。あ、そうそうそう、うん、なんでしたっけ、ウコッケーの卵とかありますよ ね。でも今回はね、大寒卵、大寒卵、うん、ぜひちょっと皆さんね、あの食していただきたいなと思いますけど、ね、これで運気アップ、運気アップ、いいですね、はい、マーガレットさんからみかんもらいましたね、いいですね、いいですね、みかん、うん、あとね、あのタムさんに、ね、パンもらいました、パン、また食パンで、みおちゃんからはいちごムースケーキ手作りいただきまして、
大ちゃんからロイズの、ね、ポテトチップチョコレート、あと八兵衛のやつにね、見てこれ納豆、ね、そう 秋月糸、秋月糸っていうね、かわいい、かわいいんですよ、バラがね、バラの中にこのバラ麦納豆朝月糸、そうそう、うん、あ、え、わら麦、そう、わら麦納豆、わら麦の中に納豆が入ってる、栃木県内の、大豆生産農家と契約した遺伝子組み込み組み替え組み替え組み遺伝子組み替えでない小粒納豆ですね、小粒大豆にですね、栃木県産のなんちゃらかんちゃらいいですね、納豆食べて ね、この納豆食べて大寒卵の卵かけご飯、あ、いいですね、あ、今日も腹減ってきちゃった、またもうどうしよう、ね、大ちゃんお腹減ってきたよ、やっぱりもったいないからね、卵かけご飯に、ね、納豆できないの、あ、それもあるね、もったいないです、納豆は納豆でね、そう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 、わかるな大ちゃん、何でもかんでも卵かけってわけにはいかないよね、そう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 、でもさ、卵かけご飯に明太子のしたりとかも俺好きなんだよ、あ、やばいよ、ね、でもやっぱシンプルにはカタンってやつですね、シンプルにはカタンかカタンってやつですね、やっぱシンプルですよ、あ、そうですか、ですね、あのモネさんのところに行ってきた、あの私の商船用シートのところで、はい、萩永音楽祭小池田彩子参上っていうのがあって、参上何が参上だよお前、あの第6回萩中音楽祭のですね、実行委員長ですね、小池田彩子さん、あのモネさんまでやってきていろいろ宣伝してましたよ、来たる2月19日日曜日、会場16時、開演16時半、場所は大田区民プラザ小ホールです、大田区下丸子駅前ですね、3-1-3、当日券が4000円、前売り金が3500円、出演は2ステージ勝ち抜いてきた3組です。萩中音楽祭はね、毎回ねファーストステージセカンドステージとあって、はい、そこであのみんなのファン投票で勝ち抜いてきた人が決勝大会に進んでくると、でその決勝大会が、今度来たる2月19日の日曜日に、太田区民、プラザ小ホールで行われると、なんとスペシャルゲストに私審査委員長横浜銀杯長が、まあ、毎年参加してるんですが今年も行きたいと思います、2月の19日ね、出演するのはですねポコガーズかっこかり、それから残ってるのがシュガーベイビーズですね、孫世代、孫世代ユニットシュガーベイビーズ、それから、ね、カキガラキッズ、カキガラって町がありますよね、日本橋の上に、ね、カキガラ、カキガラってなんだろう、カキガラって昔なんだっけ、あのカキの殻をさ屋根にさこうなんかそんなの、ちょっとすいません私勉強不足です、カキガラ日本橋あたりから来るんでしょう、カキガラキッズざっくりだ、詳しいことはですね第6回萩中音楽祭でチケットの取り方とかは、聞いてみてください、もうね販売始まってるそうです、ちょうど1ヶ月後ぐらいですね、そうですね、はい、あの、あっという間にあの完売すると思いますが、皆さんぜひ遊びに来てもらいたいと思います、もちろん私ショーがスペシャル、ステージもこの日審査員、毎年さずっとリモートでやったりとかして、あ、そっかそっかそっか、そうだからね、2年間ぐらいは俺普通にリモートで入って審査員とかしかしてなかったんだけど、今回はあのステージがちゃんとショーホールでできますんで、じゃあいわゆる3年ぶりぐらいに、そうです、そうです、生な感じですね、私の生のステージもお届けしたいと思います、皆さんぜひ集まってきてください、そしてライブもなんだけど、うん、萩中の商店街って面白いんですよね、すごい味があるんですよね、味があるのよ、みんな結構協力してて、はい、でこの音楽祭を通じてもみんなでこう仲良くなろうよっていう、しかも、その商店街がね活気つかなきゃいけないっていうことで、うんうんうん、だからなんか、この投票するのにもあのなんか萩中商店街でいろんな買い物をすると応募券みたいなのがもらえる、でそれに自分の大好きだなところを1名書いてそれファンの人が送ると、なるほど、そうそう、だからそういうかで、しかも今度みんな応援に来て優勝したりだとか、あとちょっとゲームみたいなのがあって、それでみんなでゲットすると萩中商店街の今度商品券が手に入る、うんうん、だ全部連動してて、まあその太田区民としての区としてもちゃんとそれをやってるし、商店街もあの応募するのに商店街でお金を落として、うんうんうん、でもちゃんと還元するために、抽選でそのまた商品券がもらえて、でみんなで盛り上げていこうっていう面白いね、もう6回目になりますけど、いいですね、そして戸塚はなくなっちゃったと思うけど、萩中の多分この商店街はね、うん、おでん種屋さんとかがあるんだよ、
よ。あ、そう、あ、いいね、おでんだでね。本当どんどんなくなっちゃってるから。でしょ。ね、あのほらこんなちっちゃいなんかボールとかね、あのさつま揚げのボールじゃねえ。何なんとかボールとかあるじゃないですか。すごい安い30円ぐらいの。なんとかボールって。あれをほらいっぱいいっぱいね、こう。いっぱいね。ね、な、本当商店街の方のはちょっと楽しみもね、いいかもしれない。あ、いいです、商店街楽しいですよね、うん、はい、中心になってるのは、サイクルセンター杉山さんってところ中心になってる、チケットピアとかでもね、うん、売ってるそうなんで、詳しいことは、うん、あの萩田文具祭の方のホームページに行ってもらいたいと思います。実行委員長は小池田彩子参上です。2月の19日日曜日、私も参加します。ソロのステージもありますので、楽しみに、皆さん遊びに来てください。ファイナルステージで勝った人はですね、なんと、うん、商品券をプレゼント、ね、5万円、3万円、うん、1万円のチャンス。すげえなー。そして来場者さんには、うん、抽選で10名様、萩原商店街の商品券プレゼント、うん、すげえなー。大奮発ですね。大奮発ですね、はい。あとハネピョンも来ると思いますね。ハネピョンってあの羽田のね、あのゆるキャラなんですけどね。お、あ、ハネピョンもね、皆さんどしどし来てください。以上です。私からのお知らせ。はいはいはい。タクシーデリュージさん。はい。大ちゃん、翔さん、ゆっきーさん、こんにちは。こんにちは。本日1月18日は私の合格発表の日です。え、何合格発表の日です。今日がね、うん、昔は電報で桜咲くの言葉を期待してましたが、うん、このご時世 E メールか LINE で通知があると思います、うんうん、まだ発表の時刻ではないので、うん、私の手元には来ておりませんが、うん、今か今かとワクワクしております。なんだろう、なんだろう。ちなみに、うん、何の発表かと言いますと、うん、風神雷神ツアー2023のファンクラブ先行予約の発表なんです。やろ、それか、それだ、それはおめえ電報じゃ来ねえだろう。本日1時より合格通知だをもらったらチケット代という入学金を支払いにセブンイレブンへ走る所存で渡すです。タクシーディリーさん、入学するんだ。ユージー、長崎から暑いぞお前は。あ、どう、そう、あのね、お母さんだけなんか具合もう大丈夫なのかな、うん、タクシーデリュージも、ね、うん、ちょっと心配ですけどもね。まあでもね、そうか、抽選か。今日発表して1時してファンの人待ってますよ。ね、当たりますように。はい、はい、はじめさん、はい、こんにちは。雨が降りやっと乾燥から抜け出せたと思いましたが、うん、寒くてたまりませんね。寒いね。昨夜、うん、会社に到着した途端、ストーブを消したが気になり、また家に戻り、あるある、わかるな、消しちゃったのを確認し、再度回線、うんうんうん、遅刻3分前に到着。あ、よかったね。ストーブだけじゃなくてコンセントの先込み口とかホコリとかも引火するので怖いですよね。そうそうそう、そうなんですよね。今乾燥してるからさ、俺もね二度見しちゃうんだよね。忘れちゃうの。 2,3 回帰ります。消したのに、あの鍵閉めたのに戻るもんね俺。いや、もう年には年でいいんです。車の鍵とかね。そういいのいいの。ジョーさん、富士ライジンツアーの当選今日ですね、うんうん、横浜は銀友が申し込みしてくれたので、うん、私は仙台と福岡を申し込みました。お、仙台は新幹線、福岡は飛行機で行きます、うん、年末年始体調崩して寝込んでた時に、うん、元気に動けるうちに行かなきゃってつくづく思いました。今日は夜勤仕事だけだしサボってスタジオへ、萩中にも行きますですって。なるほど、はじめさん、あ、いいね。そう、もう本当に時間はね限られてるから、行けるとき行った方がいいの、うん、そう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 。だけどさ、なんかこの富士ラジツアーも、みんなあの結構気持ちを新たにね、横浜銀馬をスタートするから、うん、まあ、そういう部分も見てもらいたいなっていうのもあるけど、いまだにねランサンロスのファンの子たちもいて、うん、笑えるかなって心配してる子もいるみたいなんだけど、もうそれ大丈夫、あんまり気にしないで、何しろ会場来てよね、うん、でも私一人で抱えててもね、そう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 、みんなで分かち合った方が薄くなりますよね。みんなでね、新しいっていうものはわけではないけど、まあね、そういう感じのライブにしていこうかなとも思ってますし、皆さん本当楽しみにしててください。大丈夫ですから、ねね、みんなになら、もう本当にニコニコになっちゃいますよ。ラジオネーム、ひで改め、しんのすけは一人っ子、うんうん、しんのすけは一人っ子、はい、いいね。本日は銀杯ハルツアーの富士大臣当選発表日、うん、1時に分かります。今日なんだね、今日1時なんだね。そうですよ、本人がなんか、ね、気が入ってますね。札幌と横浜エントリーし、両方とも当選しました、うん、当選1時発表だよ、うん、そうだよ、まずね、うん、発表前なのに当選宣言したのは、うんうん、
昨日の夕方6時半に、うん、身に覚えのないカードの引き落としメールが届いている。怖い怖い怖い。金額を確認したところライブチケット代と一致しており、そんなことあるの？ということは当選しているということなので宣言しました。本当なのかね。本当かな。たまたまぴったりあった。怖い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 。金額がぴったりあって、それ確認した方がいいよね。ちょっとでかは怖いですね。札幌は一昨年12月に亡くなった父の墓があり、納骨もあっているのですが、いつでも行けるような場所でもないので、うん、銀梅さんの力を借りし、お墓参りも兼ねていくつもりでエントリーしました。これで堂々と嫁にも言い訳することができます。飛行機ホテル予約完了しました。今から楽しみにします。あるんですかね。札幌は4月の14、15ですね。あ、いやいや、その当選が先に、いや分かんないですね。そういう、ね、引き落としすぐにする、分かんないですね。どうなんでしょう。いや、ね、そしたら皆さん分かっちゃいますよね。まあね、うん、一応予約したらどうなんだろうね。まあでも今日来るんじゃないの、その発表通知が、うん、1時には、来ますように。ね、はい。でなんか、うん、この風神雷神ツアーつながりでね、うんうん、もう一通いただいてます、うん、世田谷区のよしみさんから、翔 さ,、うん、さんスタジオの皆さんこんにちは。翔さん、風神雷神ツアーのファンクラブ選考チケット申し込み、うん、横浜、郡山、長野、静岡にエントリーしました。お、頑張ってね。当たりますよ、うん、そうだね。でツアータイトルを聞いたとき、なぜ風神雷神、うん、と思いましたが、うんうん、聞けばなるほど、翔さんとたくさんで風神雷神なんだと納得しました、うんうん、少し寂しい気もしますけどね、うんうん、銀梅のツアーのタイトルになってから風神雷神のワードが目につくようになり、最近は風神雷神の小説を作家さん違いで2つ読みました。いい、ね、すごい。浜田真帆さんのものと柳浩二さんのものです、うんうん、原田さんのは俵屋宗達の風神雷神図屏風を軸に繰り広げられる冒険物語、柳さんのは絵師俵屋宗達の生涯を書いた歴史小説で、どちらも、風情が違ってそれぞれ、うん、ごめんなさい、それぞれ面白かったです、うんうん、京都の建仁寺に行って本物を見たくなり、うん、春頃に京都旅行に行こうと計画中です、うん、銀梅のツアーのタイトルにならなければ屏風絵に興味を持つこともこういったジャンルの小説を読むこともなかっただろうなと思います。素晴らしい、ね、好きな人がきっかけで自分の趣味や、興味がの幅が広がるのって素敵ですよね。翔さんありがとうございます。いいえ、浅草寺もそうね。あ、そうだ、浅草寺も風神雷神だから、うん、なんか萩中音楽祭も行かれるそうです。あ、本当に、はい、いや嬉しいな。すごい、ね、2つもね読まれて、そう、風神雷神、うん、乱神神みたいな感じ。なんか風神雷神って言うと、なんかあの某なんかあの風邪薬が出てる。リックさん、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。今日の八王子も雨、うん、はい、役所と打ち合わせして今戻ってきました、うん、先ほど他の方も言っていましたが、これから冷え込むそうですね。ああ、やっぱそうなんですね。10年に一度の寒波とテレビでやってました。そうなんですか。そう、あのね、はい、朝起きてちょっと見たテレビでは、うん、今週か急に明日ぐらいから冷え込んでって、うん、あの何しろ最低気温はあのマイナスに、あの東京になっていくっていうのはもう来るらしいですよ。マイナス2とかマイナス4とか、だから雪も降るんじゃねえかっていう話で、今日までがまあなんとか、まあ今もね風吹くと表のファンの子たち寒そうにしてますけど、明日はキンキンに来るんじゃないですか。うわ、やばいよね。またちょっとどか雪は嫌ですね。ね、まあまあね、北のね北海道の人とかさ、うん、ね、あの青森とか山形の人に比べたらこっちの雪は大したこともないし、うん、ね、あれなんだけど、うん、でもやっぱりさ住んでるここにいるとするとさ、ね、氷点下1度2度って厳しいよね。厳しいですよ。家もそうなってないしさ。そう生活がそういう風になってないんですよ ね。こう隙間風とかね。そう、すごいしさ、うち今調子悪いんでエアコンが。もう寒いったらね、だからもう上切るっていうね、風邪ひかないしないと。あんな菌にもこんな菌にも負けずに乗り越えていきましょう、うんうん、はい、ってことでユキさんの声に癒されながら最後まで楽しく聞かせていただきます。ありがとうございます。リックね、向こうも大変だよね。ね、でもどっちかというと八丈はなんか暖かそうな気がするよね。暖かそうな感じがしますけど ね。でポッカポカのね、イメージがね。そうですよね。うんうんうん。やだな、寒いの。いや、そうですよね。さあユッキー、はい、ちょっと待って、俺一個来てた。あ、はいはい。皆さんこんにちは、マーガレットです。あ、マーガレットさんまた来たね。マーガレットさん、年明けからプレイボーイ宣言を連発していた翔さん、うん、そうなんだよ。ね、うさぎ年だから、ね、うさぎ年はほら、ね、うさぎだから、うん、ボコボコね、あれするウサギで、まあ、プレイボーイもマークもウサギじゃないですか。
その意味が先日の黒船テレビを見て分かりました。先週の水曜日、ランさんのやってた、はいはい、黒船テレビ横浜城っていうコーナーがあって、うんうん、そこに、まあ、月1ペースで遊びに行くよって言って先週行ってきたんですよ、はいはい、でなんかねないことないこと喋っちゃってね調子に乗って、はいはいはい、生放送の YouTube で黒船テレビを見て分かりました。3年ぶりにフィリピンパブが解禁になったんですよ。いや解禁したとは言ってないんだけど、うん、やっぱ話の節々で分かっちゃうんだよね。そのああそうなんだみたいな。さあ翔さんがご機嫌さんになった、ご機嫌さんだと私たちも幸せ。そうですね、そうですね、何年ぶりでもいいから何でもいいからいっぱい遊んでくださいねと。そうお母さんみたい。ね、翔さん出ますよね、うん、出ちゃうんですよね、ルンルンの時とか、ルンルンの時とかね、脇が甘いんでどんなとこ行ってるかが皆まで言わないで分かっちゃうんだよね。ワードがね、そうワードがね、ちょいちょい出てくるんですね。そうなんだよね、やばいよね。はい、ありがとうございます、楽しいね。まあでもね、そのまあ、プレイボーイ宣言をして、でもご機嫌さんになってる俺が幸せになるっていいよね。いいと思います。もうみんなとにかく幸せになりましょうとニコニコしながら。まあ、笑ってりゃさ、そうね、嫌なことなくなるから。そう笑ってると免疫もね上がるし。そう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 服着てるというかね。そうですね。笑う方にはね、本当に。いやできるだけ笑って、美味しいもん食べて、そう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 、でも暖かくして、暖かくして太っちゃったら針打って痩せて。そう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 。ゆき。はい、美味しいもの情報出して。はい、さあ今日も美味しいもの行くぞ、今日は食いしん坊ユッキーが行く、はい、美味しいもの隊長行きますよ、はい、今日は戸塚の、もう戸塚のねもう古いですね、美味しいものと言ったらここ、うん、というぐらい有名なもんじゃ横丁さんです。古いの？結構前からありません？あるね、ある、ちょっと創業何年かちょっと調べてないんですけど、あ、まあ、なんか気づいたらあった感じもしますけど、そうだね、なんかだいたい宴会とかね、うん、そういうと本当にもんじゃ横丁さんは本当によく出てくる美味しい名店なんですけど、はい、場所は戸塚の西口から徒歩5分、なんていうんですかね、元区役所の方ですね、戸塚区役所、ね、そうですね、東戸塚小学校の方行って、はい、もうちょい戸塚小です、戸塚小、はい、もうちょっと先です ね、 そうですね、にありますけれども、うん、何から話せばいいのかな、美味しいんですけど、もう全てが美味しいんですけど、普通のね、もんじゃとかお好み焼きももちろん550円とかね、680円とかこうお手頃価格のもあるんですが、今回ちょっと趣向を変えて、超お好み焼きと超もんじゃを食べてきました。なんだそれ。まあ、いわゆる欲張りお好み焼きともんじゃってことなんですけど、うん、海鮮と、お肉がたっぷり入ってる、だから、ね、器がねちょっとこう一回り大きいんですよ、丼自分で自分で焼きますね、鉄板焼きで、はい、で普通、まあ、でもみんな丼だと思うんですけど、うん、もう本当あれはなんだ、雑煮とかじゃ雑煮じゃない、煮物とかを入れるような丼できますね。でっかいじゃない、でっかいのが、本当に具材がゴロゴロしていて、で私すごいこのもんじゃ横丁さんのお好み焼きとかすごい好きなんですけど、うん、なんていうんですか、粉の部分ですよね、うんうん、あれのこの具合がいいんですよね、比率というか、なるほど、大阪だってちょっと少なかったりとかで、ね、するじゃないですか、つなぎが、うんうん、ここのは結構たっぷりなんで、うんうん、もちっとしてて、そうだね、変わってくるよね、うん、ちょっと変わってきますよ ね、うんうん、天かす入れたりとかね、うんうんうん、ちょっとポロポロめとバッチリ粉だよっていうのとね、分かりますよね、ベビースターに出たってことですね、いいですよね。いいよね。あ、ユキは何？お好み焼きともんじゃどっちが好きなの？お好み焼き。なぜならば、うん、私は猫舌なのです。もんじゃがこう、あれヘラにつけるじゃないですか。ね、うんうん、すぐ食べれないの。ああ、かわいそうですね。まあでもお好み焼きも結構熱いよ。とりあえずほら一回お皿に取って冷ませるじゃないですか。そうだね、そうだね。だからね、お好み焼きのが大好きなんですけど、うんうん、こちらはですね、昔ちょっと私も結構ね、宴会っていうとね、結構このこちらのもんじゃ横丁さんを使わせていただいたんですけど、ちょっと宴会メニューにはその頃はなってたんですけど、今はね単品で注文するんですが、1ポンドステーキっていうのがあるんですよ。ワンポンドね、ワンポンド、1ポンドね、450グラム、おいっすね、がね、ドーンって出てくるんですよ。食える？
一人ではちょっと私は難しいから息子はペロ出しを出してることね、であれが前はあのコースに入ってたんですよ、うんうん、そうするともうすごい映えるんですよね、こう盛り上がるんですよ。そうだね、次から次へ出てきてね、いろいろ出てきた中でお肉ドーンみたいなね、ね、あれがちょっと宴会のメニューに入ってないのがちょっと寂しかったんですけど、ぜひあの単品でね試していただきたい。そのステーキも鉄板で焼くの、はい、そうです。うわすげえな、俺どっちかってもらう言うとなんか焼いてもらうのが好きなタイプなんで、でも翔さんうるさそうですよね。そうなの、調理師なんで一応うるさいんだけど、あのひっくり返したとか ねそう言うんだけど鍋奉行ならずお好み焼き奉行。でもねお好み焼きだけはね元妻がね、はい、めっちゃうまかったの。お口出しするなぐらいなうまさだから、うんうん、そんなにだからね文句言わないから焼いてもらったら、お、うん、で山芋入れたりね、そう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 ふわっとしたりとかいろいろありますもんね、うん、そうでいつひっくり返すんだとかさ、うん、そうそう。あでねここのねもんじゃ横丁さんの、うん、あの絶対お好み焼きって言ったら、まあ、ソースかけてかつお節かけたりして、うんマヨネーズかけるじゃないですか。かけるね。あのねマヨネーズがねからしマヨネーズなの。がなんかねこう、いい具合にこう具材と。腹減ってきた。ソースとねちょっとまた普通のマヨネーズと違うんですよね。やっぱりこうなんていうんですか、こう深みが出るというか隠し味的に。もんじゃー。もんじゃーお好み焼きぜひぜひ行ってみてください、もんじゃ横丁さんは、月曜日から金曜日が、2時から10時、土日祝日は11時から営業されてますね、夜の11時まで営業されてます。お休みはお問い合わせをお願いします。連絡先は 050-5484-4645 050-5484-4645、戸塚のもんじゃ横丁さんを今日はご紹介しました。あそういえばラピスのあのモネさんの入ってるね、うん、モディの、うんうん、あの目の前に焼き鳥屋さんかなんかできました。ラピス2の1階 ね、あれも同じ系列のお店らしくて、あのぜひ今度紹介してくださいって言われてるので、お持ち帰りだけやってるね。あそう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 、ね、あそこのすごいなんか行列だったらしいですね、オープンの時はね。このねもんじゃ横丁さんやってる人はね結構イケイケなのよ。あの手広くラーメン屋さんとかもねいろいろされてますけど、うまいしね、結構ご世話になってます、はい、だってもんじゃ横丁さんって横、最初の頃の戸塚公会堂でいろいろコラボ商品とかもやってくれてね、あの大ちゃんが声かけてくれたらやってくれて、卵焼きかなんかやってくれたりとかして、そういう長い付き合いではあるんですよ一応。なるほどなるほど、うん、いやもんじゃいいね、あそこでも座敷もあるから結構な人数入れるんだよね。そうだから本当にあの、まあ、ちょっと今この時期ですけれども、うん、宴会がねまたスタートしたりしたらぜひご利用していただきたいかと思います。お店もねレトロでね、あの昔のオロナミンCみたいなのがねあのポスターが貼ってあってとてもレトロで可愛いので、ちょっとね旭町商店街から奥まで行きますけどね、うんうん、ちょっと歩いてもらったらそうですね最高ですね、うん、ちょうどなんかねお好み焼きでお腹いっぱいになって駅まで歩くのがまたいいんですよ。いい、ね、この夜風に吹かれてね、ねえ、だから何駅からまずジューシーさん寄って、うん、で今度そうコーヒー貴族行って、うん、コーヒー飲んでタバコ吸ってちょっとね、うん、お休みしてそれでもうでいやいやそしてあと何バイカローさんでちょっと食べてで裏側にお好み焼き屋でコーヒーカフェさんでまたコーヒー。あーいいねなんかどんどん太っちゃうねやばいね私デブの道ですね。お好み焼き食いてーな今日何卵かけご飯とお好み焼きでなんかお腹いっぱいになっちゃいそうだな。あなんか黄色い感じですね。やさかりそうですか。はい、さあということで、はい、ゆきどうもありがとうございます。はいすいません、はい、じゃあ次の曲いってみたいと思いますが、はい、本日の2曲目はなんと横浜銀橋さんのぶっちぎりサードからお届けしたいと思います。突っ張りハイスクールロックンロール女子高編というサブタイトルがついています。聞いてください。飛んでるセブンティーン。横浜銀杯コンサートツアー、風神雷神ツアー2023、3月10日金曜日横浜ベイホールを皮切りに18日仙台、19日郡山、3月25日金沢、26日長野、そして4月に入りまして大阪、福岡、4月9日には広島行きます。そして4月14日15日で北海道を飛びます。小樽、そして札幌、4月28日名古屋に戻ってきまして29日が、静岡ですね。そして5月の4日が EX シアター六本木ということになってます。ファンクラブ先行はもう数年やってまして、
抽選確認が1月18日水曜日の13時という形になっています。 そうですね。その他追加で昨日ですかね、オフィシャル選考も開始になりましたというのは出てますね。ファンクラブというかオフィシャル選考は、昨日から1月22日の23時59分まで、抽選結果は発表は1月25日の13時ということになっております。横浜銀杯のホームページの方をぜひチェックしてみてください。この番組は真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応の江南中央駅すぐそばの清水公益社サバスホールさん、戸塚区戸塚町をはじめ関東関西に展開している植木屋ガーデンエクスプレスのベテラン庭師の松沼さん、四季折々のフルーツや甘くてジューシーなフルーツケーキなどが、揃う老舗果物専門店ティーベリー豊田屋さん、心からくつろげるひとときや本当に美味しいと思えるひとときなど、心をより豊かにする活動を行う JT さん、そして困ったときに来ていただければすぐに治療ができるをコンセプトに、横浜市内に5店舗の接骨院整骨院を展開している我らが勝田メディカルグループの提供でまだまだ放送させていただいております。ティーベリーさんといえば今日ね持ってきてくれた、あのみかんがティーベリーさんなんだけど、やっぱさ、あのもう触っても分かるようにあそこは本当に今食べ時のものを、そうね、出してくれるよね。色とか形というのも今だよ、一言ちょっとね、あの、うん、今日持ってきたんです、今持ってきたんですって言うとそれを出してくれるんだよね、うん、そうプリプリのフルーツですよね、うん、そういうなんかちょっとしたあの、まあ、まあ当たり前のことなのかもしれないけど、そういうサービスが嬉しいよね、うんうん、確かにティーベリーはね、うん、ちょっとしたそういう気遣いがね、確かにもうみかん触ったら分かんじゃん、もうふっかふかで柔らかくてさ、もう絶対、ま、もうスタジオがさね、飲食禁止じゃなかったら、ね、もうお好み焼きもあるし、ね、卵かけご飯の話もあるからもう今ここでみかん食いたいもの確かに、そうちょうど可愛い女の子のおっぱみたいな大きさでさ、ごめんごめん、はい、次行きましょう、はい、ゆうさん、はい、皆さんこんにちは、こんにちは、今夜勤から帰ってきました。あ、お疲れ様、少しでも聞けて嬉しいです。よかった、元気になります、うんうん、仕事は明日ようやくコロナ感染隔離が解除になります。ほうほう、亡くなる方が出なくてみんな解放に向かって、うん、来て涙が出るほど嬉しいです、ほっとしてます。ああ、そうだろうな。それとヒロさんからの合格お守りにとびきりの応援メッセージありがとうございました、うんうんうん、本命当てだったので大感激しました、うん、一生の宝物です、握りしめて勉強し看護師国家試験突破します。うん、勉強してんですね。名前は誰でしたっけ。ユウさん、え、ユウさん、ユウ、ね、合格したんで、サインを書いてあげたんですよ。おお、ヒロ君が持ってってあげたいんで、おお、それで合格おめでとうっていうやつを、なるほどなるほど、きっと手元に行ったんでしょうね。おお、そういう、あ、じゃあ、いや、これからですよ多分。けるんだ、頑張れって話だったんです多分。頑張れなのか、じゃあ、まだじゃん、うん、あ、でも、ま、ほら、そうも書いてあったら、それのパワーにしろ、実現しますよ。そうか、頑張ってくれよな本当にみんな、言霊っていうのがあるから、多分2月とかでしょ、うん、あれは試験多分そのぐらいですよね、うん、いろいろ国家試験はね、うん、いや頑張ってください。いやいいな、みんな頑張ってんだろうな。そうだ、俺たちもほらね、行かないとなんだっけ、救急救命士、あ、そう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 言ってた言ってた、そういうレベルは言ってた言ってた、ねえねえねえどうだったんですかね。救急救急救急、いやだから これちゃんとそこの貸しスタジオがあるから隣に、うんうんうん、そこを借りてみんなで受講しようよ、あ、いいですね、そう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 、ね、なるほどなるほど、みんなで合格って、ユキも持ってないんでしょ。持ってないです。だからみんなで受けれるんだって、人数集まんと、だそれもうちょっとやろうよ、ね、私も、あ、そうかそうか、それやっていいね。だからファンの人とかリスナー人呼んじゃって、うん、呼んじゃってね、でお金も取るんだよみんな、で受験何受験料を1万円ぐらいも取る、なんちょっと待って、それダメだろ、ダメだろ、ダメだろ、まあ、1万円取って、そのみんな集めて仲介手数料がだいぶ取ってる、そう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 、やばいだろ、普通にみんなでやるんだ、だからそう、だからそうですよ、あの問題校長も、うん、問題校長も僕翔さん主催、俺が主催、僕会計、ダメダメ、それがダメなの、もうそこがダメなんですよ。もんじゃパーティー、もんじゃパーティーをしよう、ファンの人おいで、ファンの人たちおいで、やったら高いんですよ、やったら高いよ、一人1万5000円、高い、ワンポンドステーキは別の、そうそう、別で、別で安いね、はい、で翔さんがなんか一日もうずっと喋りながら、ひでえな、ひでえ会だな、それ二次会代は入ってますよね、すごい会だよ。いやだってファンの人絶対一緒に食べたいとか、いやそういう問題じゃねえだろう俺夏祭りがあるからちょっと金集めしなきゃいけないのよ。ああそうだね、それね、ちゃんと正規で集ってください、みんなに大ちゃんダメだよ
なんかで今日ほらあの1時に発表じゃないですか、うん、でね今のね看護師試験とかもありますけど、そうだね、ねちょっと合格とかいろいろねあのお祈りしてますけど、うん、昨日テレビでやってたんですけど、その柏でパンパンってやるじゃないですか、うんうんうん、やるね、あれのやり方って知ってます？いや知らない、やり方ってのどうやったらいい音がするかって、そうでてか神様に届く音、いやいやちょっと教えて普通に私もそうだったんですけど、うん、普通にこう叩いてたんですけど、うん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 、2回ちょっと左手をね上にずらすんですって、お、はい、左手をね左手を、うん、だから手の指先の方にね、そう指先とこの手のひらで叩くとちょっと音が変わるんですよね、よ、うん、それ普通ですよね、そうだね、でちょっとずらして、うんうん、そうそれでちょっと高くなるんですよね、指先で手の、うん、ひやつかを叩くようなイメージ、そうするとちょっと響くから神様に届くんですって。というわけでじゃあみんな皆さんのね合格いろいろねお祈りして、はいはい、みんな歌うのにね、そうだよ、そうそうそう、せーの、なんか低い人いたよね音ね。そうなんだ、そうちょっとこう鈴のね鳴らし方とかもあるんですって、そうなの、うん、横じゃなくてちょっとこう上にたわませて上下に振るって、うん、そうすると鳴るんですってあの鈴って綺麗に、そうなんだ、でなんかやっぱりお神様は音に敏感というかあの音で届けるから、それってあの紐がついててみんなで上で鳴らすガラン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 って今ちょっと鳴らせないとこ多いですけど、あれさ俺横にこうやってたね、そう私もで何気に鳴らないんですあれうまく、あそうなんかなんかあの鈴の音がね持ち上げて上下に振るとガランガランってなるような仕組みになってるらしい、知らなかった、横はあのなんだろうガジャンガジャンみたいな音になっちゃうんですよねきっと、あそう、うん、なんかいろいろすっげえお参り行きたくなったでも今結構鈴鳴らせないですよ、そうなの、感染予防で、あそうなんだ、くるくるって上に巻いてあったりしてねできないんですよ、ちょっと試してみたいんですよ私もそれを聞いて、俺ちょっと今日これから行くよどっか、なんか音で神様にお伝えするらしいので、でみんなあれお願い事ばっかするけどちゃんとお礼を言いなさいって、そうなんだ、そうお願いじゃなくてお礼を言わなきゃダメなんですお礼参りって言うぐらいね、そうね、お願い事もいっぱいしちゃいますよねあれもこれもそれも、ね、そうなんだよな、あれちゃんと自己紹介とかしなきゃいけないんですよね、あそうなんだ、そうなんだ、うん、だから本当に何丁目の片山ですとか、ああ言うよね、うん、確かにノリと見てなんかねあのお願いすると言いますもんね、そっか、うん、あ俺が来たぜっていうことやっぱちゃんと言わなきゃいけないね、三条っつって、あ三条あ横浜今三条だぜみたいな絶対ご利益なさそうお前がかかってこいよみたいな、ね、風神大臣連れてきましたみたいな神様に挑戦しちゃうんだそうそう風って吹いてるね、さすが翔さんガランガランみたいな、だからだね、それこそ萩中の話も付箋持ってって、うん、行ったお店に三条ってみんな貼ってくるいっぱい書いてくるあなるほどね、いいかもしれない、明日からね皆さん寒くなるみたいですけど、はいね、くれぐれもねあの寒いさんには気をつけて風邪などひかない、ね、だってさコロナやばいもんね、なんだかんだ収まったとは言ってもなんか少なくなったり多くなったりねしてますけど、またメッセージもいろいろねお待ちしてますね、あの銀杯が私にくれたものとかね、お待ちしてますので、とにかく楽しまなきゃダメ、まあ、一に睡眠に栄養、そう、うん、あと3三種は三種がなくて5にもんじゃいいところで終わりましたよいいところで大ちゃん大ちゃん人生楽しみましょう、バイビー。